はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、久しぶりに来ました長野県で、今回はね、松本市にございます煮干しラーメンつば九郎さんにお邪魔しております。というのを、まあ大食いのね、仲間であるガデュさんからご紹介いただきまして、今回はこちらのつば九郎さんにお邪魔したんですけれども、こちらのメニューはね、つばね三条系という、まあ煮干しのスープに背脂がねがっつりと乗った新潟のご当地ラーメンをメインとした松本市の中でも超人気店なんですよ。で、まあここのお店はつけ麺のチャレンジとか、まあ、デカ盛りの丼物とかいろいろねやってるらしいんですけれども、今回はね初志貫徹ということで、まずは通常提供しているつまめ三条系のラーメンやご飯物なんかを中心にね、まあ、好きなものだけ頼んで好きなだけね楽しんでいきたいと思います。で、今ご説明したのがこちらつば九郎ラーメンということで、まあ、つばめ三条系というのはね、こんな感じで煮干しがベースのスープに細かくなったね背脂が浮いてる感じでございます。で、この背脂の量も選べるみたいで、小から、まあ、別料金になるんですけれども、鬼油まで4種類あるみたいです。ひとまずね、ちょっと気になるメニューたくさんあるんで、早速ね注文してみたいと思います。ということでですね、今日だいたいね、300キロ近く運転してきたので、ちょっと我慢できないということで、お先にこちら注文させていただきました。ノンアルビールでございます。じゃあちょっといただいちゃいましょう。で、これね、お通しもいただきましたんで、こんな感じでチャーシューともやし、ネギが和えられたお通しでございます。で、ラーメンを待ってる間にいただきます。じゃあ失礼いたしまして、乾杯と。おつまみを、うん、あ、いいね。つば九郎さんはご飯物やラーメンだけではなくて、餃子や岩のり塩だれキャベツなど、まあね、おつまみ系もあるんで、ぜひね飲みにも来てください。ちょっとラーメンとか来る前に飲み終えちゃうね。はい、あ、ありがとうございます。味玉と岩のりショッピングになります。ありがとうございます。あと追加でノンアルもいただいていいですか。はい、はい、グラス大丈夫なので。そんなこんなでね、ただいまラーメンと餃子が到着いたしました。こちらがですね、つば九郎チャーシュー麺の特盛りに岩のりの小トッピングさせていただきまして、油の量は大油でございます。で、これがねご飯もの注文させていただきました。背脂ご飯の大盛りでございます。じゃあちょっとひとまずこれスープをグッと、うん、がっつりとねしすぎてないで優しい煮干し系、そこに背脂のコクね、うまい。うん、ちょっとこの特盛りにした麺いっちゃいましょう。うまい。もちもち系の高水の麺なんですけど、これがね、背脂と煮干しの風味に合うんすよ。うまっ。でだ、これこちらのチャーシューでございますね。うん、そしたらこれ、つばめ三条には定番のトッピング、刻み玉ねぎと岩のりを和えさせていただきまして、いただきます。うまいね。またこの背脂が嫌な癖とかも全くないので、大油にしても全然ね重たさは感じないです。むしろちょうどいいぐらい。ただこれ餃子いっちゃいましょうか。うん、あ、肉汁がじゅわってと旨味がねしっかりあるんで、そのまんまでも十分うまいです。
ちょっとね、これ追い油ということで背脂ご飯いっちゃいましょう。おいしい。今日はね、平日なんですけど、もう店内待ちが途切れないぐらい人気店みたいで、食べてみると人気なのがね、わかります。今日朝から何も食べてなかったからがっついちゃうな。そしたらね、ちょっとこの辺りで追加の注文も先にしちゃいましょう。さて、極煮干し絞りの、はい、特盛を一つと、はい、いやー、これ追加しちゃうわなんかね、もっと食べたいって気になる。しお腹空いてたしで、喋るの忘れるぐらいがっついちゃっております。これスープだけ飲んでももちろんね、醤油系の塩分とかパンチ感はあるんですけど、これがね、ちょうどいい具合に背脂でバランスが整ってて、どんどんね飲んじゃうんだよね。まずはね、1巡目の1セットめちゃめちゃうまかったです。ごちそうさまでした。すいません、ありがとうございます。あ、大丈夫です、はい、ありがとうございます。はい、いやー、これね、2巡目のラーメンとご飯もの届きました。いや、これまたね、めちゃめちゃうまそう見るから煮干し感がすごいね。いやー、ちょっと早速いただきます。煮干し、うまっ。煮干しの香りはね、もちろんしっかり見た目通りあるんですけど、エグさとかは全くない。うん、これベースの香味油がさ、ものすごくいい味出してるんだよね。うん、まっ。こちらの麺もね、いかせていただきます。煮干し系なので、こちらはね、先ほどと違って細麺タイプですね。ありがとうございます。すいません、追加で餃子頼みました麺がね、細麺系なんですけど、いわゆる煮干しのパツパツっとした低加水麺ではなくて、ちゃんとね、もちもち感もあって、これがね、香味油とめちゃめちゃ合う。結構ね、その香味油の量も多めではあるので、いわゆるこの寒い地方のラーメンって感じがして、なんかね、長野来たなっていう、そんな気がしますちょっとこれ上に乗ってるのはおそらく煮干しのペーストかな。これもちょっとね、スープに溶いて煮干し感増しちゃいましょう。あ、めっちゃ煮干し。ペーストを溶くと煮干しの風味も塩分濃度もグッと上がるんで、なんかね、より煮干しラーメンっぽい感じが出てきて、この荒々しい感じも僕は好きですね。忘れてた、これ。つば九郎丼、
こんな感じでございます。うまい。これマジでね、スープでビールが飲める。もともとさ、卓上にニンニクとか、もちろんラー油とかお酢とかね、唐辛子とか、まあ、いろいろあるんで味変しようと思ったんですけど、する隙がない、うまい。実はですね、まあ、信州の方には王様中華そばという、まあね、ご当地ラーメンがあるんですよ。まあ、このラーメンでいうと条件が3つほど大きくありまして、まず1つ目が醤油チンカンになること、2つ目が大ぶりのネギが入っていること、で3つ目が胡椒がたくさん入って辛みとか風味を良くすること、この、ね、3つの条件があるんですけれども、今回はね、最後に締めにそれを食べようと思ったんですよ。でもね、なんだろう、この今満たされた幸福感と、いや紹介したいんだけどな、今日もしかしたらこのターンで終わってしまうかもしれません。ということで、ただいまね、つば九郎さんの看板メニュー2種類をいただいてまいりましたが、いやどちらもね、ズバッと好みに突き刺さりました。本当にね、そのご当地らしいいい感じが出てるんですけれども、プラスアルファでさらにね、ブラッシュアップしてるラーメン、本当に良かった。でもちろんね、この煮干しの方も程よい出汁感で、えぐみもないし、すごくね、食べやすくて、なおかつ旨味も強い、最高のラーメンでございました。まあね、ちょっとね、僕もネットで調べたところ、このつば九郎さん、限定メニューなんかも月替えでね、いろいろやってるらしいので、ぜひね、気になる方はこちらのつば九郎さんで、美味しいラーメンや、このご飯もに一品もの、ね、時間がある方はぜひね、お酒もご一緒に楽しんでみてください。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この方と思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。